はい、今日もですね、Q&A コーナーが始まりました。今日の Q は粒が揃ってますか？かなり。かなり粒揃いですね。今日も皆さんからのご質問に分かる範囲で答えていきたいなというコーナーでございます。子守歌代わりに使っていただいている方とか、Q&A コーナーをね、暇つぶしに使っていただける方が参見されると思うんですけど、ぜひそれが正しい使い方なので、気がついたら、寝てたとかね、顔にスマホ落としたっていう使い方をしていただければいいんじゃないでしょうか。海外のオフ車は前21インチ、後ろ17インチをよく見かけますが、後ろ18インチとの違いを教えていただけないでしょうか。誰か知ってる人答えてください。タイヤが大きい方が要は走破性は良くなるんですよね、単純に。ただ21の18ってよくあるサイズじゃないですか。で、まあバランスいいんだと思うんですよ。あとはその、当然そうなるとタイヤの選択肢が多くなるっていうのもあるんですけど、はい。そういったぐらいの違いかな。その先はなんかあるんでしょうけど、ちょっと知らないですね。MKMK さんが知ってますよ、きっとこれ。はい。ということで、ぜひこの質問に回答お願いいたします。はい。ひどいですね。ひどくないですか、今の。って感じですよね、言われた方は。今 CB1300 に乗っていますが、R1G を増車するか悩んでいます。ツースト車の維持や走行で注意すべき点はありますか？そうですね。とりあえず、真面目なアドバイスすると、100万円用意してください。R1G のために。できないなら、買わないでください。これがですね、マジなアドバイスです。はい。で、なんでかっていうと、エンジンはどうせダメです。まともに使おうとしたらね。とりあえず動いて近所一周できればいいやとか、本来の性能発揮してないけど、かろうじて動いてればいいやだったら別ですけど、普通に R1G を R1G として乗るためにはですね、多分個人的感覚ではお店に出して整備をしているという前提だったら100万ぐらいはかかります。今の R1G に限らずエンジンは全部やり直しです。どうせそんなエンジンの調子がいい状態で人に譲り渡すなんてありませんから、基本的には。でどっかのお店で60万ぐらいで売ってるんですよって言うかもしれないですけど、そんなもん買ったってどうせ開ける羽目になります。もう一回言いますね、そんなもん買ったってどうせ開ける羽目になります。ツーストなんて現役時代だって定期的に開けなきゃいけなかったんで、それが現代の何十年も経った状態でそのまま乗れません。なので、100万円ぐらい用意して R1G を買う。で、それを全部使い切る覚悟で買うっていうんですかね。が、ガチアドバイスですね。R1G を R1G として乗ろうとしたらですよ。というのがですね、絶対必要になると思います。エンジンのフルオーバーホール、そしてパーツ類の一新、そしてサスペンションのフルオーバーホール、インナーチューブの交換、リアサスペンションの交換、そして前後のタイヤ、当たり前ですけどね、ブレーキの前後オーバーホール、フューエルタンクの錆取り、フューエルコックのオーバーホールもしくは交換、こういったものがですね、全部終わらないと本当の性能を発揮しません。なので、それぐらい繊細な乗り物でもあります。当時の調子がいい状態を知ってる上で、かつ、今現状の状態を知ってる上で、そんなことないよっていう人は少ないと思いますけどね。はい。っていうのが、本当のアドバイスです。それが無理なら買わない。もしくは、ガラクタに乗っている本来の姿ではないって思いながらも動いてるからまあいいやで乗るかどっちかですよね。もう2ストアは本当にそうなんですよ。だから CB1300 より金食うと思いますよ、普通に。結局やる羽目になってる人たちの修理をやる羽目側なんで、結局いくらかかったのかも見てますから、どころでも60万ぐらいはかかりますからね、なんだかんだ。その辺で買ってくると、わけわかんないやつをね。よく大体お店でなんか、50万だ、60万だぐらいで買ってきて、修理してくださいってくるんですけど、もうそういうのばっかですね。はい。トリシティ155の2016年のユーザーです。トリシティの購入にあたっては、キチャンネルの動画が一番参考になりました。とっても気に入っており感謝しております。ありがとうございます。以下、時差質問です。ようやく日本でも発表された新型トリシティ155/2022ですが、シューティングブレークは予約可能でしょうかというふうにいただいてます。予約可能でございます。デザートバイパーも予約可能でございます。ぜひ、お声をおかけくださいということで。はい、ありがとうございます。最近悟りを開いた島田さんに質問です。カタログに記載のバイクのガソリン容量はどこまでガソリン入れた状況なのでしょうか。給油時にサイドスタンドとセンタースタンドでは入る量が明らかに違うと思いますってことですね。正直サイドスタンド、まあセンタースタンドがついてるバイクだったらね、それで満タンにした状態だと思います。なるべく多く表示したいはずなんで、基本的にはね。なのでサイドスタンドのバイクの場合、バイクを引き起こして満タンに入る量なんじゃないですか、普通に考えれば。多分ですよ。すいません、正しい情報知らないんですけど、まあそうだろうなとは思います。花に水、人に愛、料理は心の愛の部分を司っている、島田さんに質問ですということでね。はい。まあ藤井 G でしょこれ質問者は。違うんですか、この切り口は。女性の明らかに怒ってるのに怒ってないとへそを曲げている状態から機嫌を回復する方法を教えてください。これ奈良半君が知ってますよ。確かビンタでしたっけ
顔はたくとか言ってませんでしたっけ。すげえめんどくさい状態ですよね。森のくまさん、怒ってないと言いつつ怒ってることを伝えてくれているところまでたどり着いているので、ここにたどり着くの簡単そうに感じますけどね。あとはこちらから謝れば済むところまで来てると思いますっていうのが森のくまさんの意見ですね。ようさん、これは自分の話なので全ての女性に当てはまるか分かりませんが、怒ってないと言ってる時にはもう自分はもういいと思っている、かっこ許しているけど、モヤモヤした気持ちが心に残ってしまっている、自分でもそういう気持ち自体嫌で余計にイライラしたりするので、気分を変えられるような提案をしてあげたらいいのではないでしょうか。楽しいことをするとか、美味しいものを食べたりするとか。これなんかちょっとすいません、ヨウさんの回答なんですけど、なんかもうへてへてここにたどり着いた感じですね。多分これもう実体験を何回もしたんでしょうね、これね。なんかすごくそのあーっていう風に思うような回答が来てますね。これ私の専門ではないですけどね。だからこの環境に身を置くことはよくあるので、はい。まあ多分みんなあると思うんですけど、これ怒ってないってやつですよね。少なくともね、理屈をこねないっていうのは一番大事かなっていう、はい、そこに対して、やっぱり、男性は理屈で、自分は正しいっていうのを説明しようとする傾向が強いと思うんですけど、はい、女性はフィーリングで生きてると思うので、まあ偏見かもしれませんけどね、はい、そういう傾向が強いと思いますよ。この怒ってないと怒っているっていうのはね、明らかにもうその時点で矛盾ですから、はい、ということでですね、まあうまいことやってください、はい、Q&A ナンバーワンから見ました。根本的な質問ですが、島田さんはどういう人なんですか、かっこ自己紹介お願いしますということで来てますね。まあ、どうなんですかね、まあバイク屋として働きながら YouTube を投稿しながら、最近あの老害化が止まらない、そんな男ってぐらいでいいですかね。はい、分かっちゃいるけどな、なんか俺が間違えてんのかって言いながら、冷静になって考えると俺間違えてるねっていうのを何度も繰り返してるっていう、間違えてる、俺が悪いのか、そう俺が悪いのかよ、100分ずっと俺が悪かったとしてもって言いながら、1時間後には俺悪いねってなってるっていうですね、はい、怒ってない、いや怒ってないということでいかがでしょうか。はい、はい、私は2018年式 YZF-R6 に乗っています。ブレーキレバーを握り始め、ブレーキランプが点灯する前に制動力が発生してしまいます。後ろを走る知人からブレーキ使ってないのと言われて症状に気がつきました。これって正常なんですか、他のバイクでもあることなんでしょうか。購入した YSP では、うん、わかんない、ヤマハカスタマーセンターではプレストの車両なので対象外と言われてしまいました。これ MKMK さんから来てます。異常だと思いますので無料で引き取りますよ、かっこ笑い。フロントブレーキレバーの話でいいですよね。レバーは純正品を使っていますか、かっこ怪しい中華製ではないよね。通常はマスターのピストンを押す前にブレーキスイッチの接点が離れるようになっているので、ブレーキが効く前に点灯するはずです。考えられるのはレバーの形状、スイッチの反応位置、マスター側のスイッチ形状位置のズレのどれかだと思います。頑張って確認してみてねって来てますね。なんて言うんですかね、ブレーキランプが点灯する前に制動力が発生してますって来てますけど、逆にブレーキランプ点灯してます、最後握り込んだ後、単についてないんじゃないのっていうのは大丈夫ですか。はい、まあいいや。バイク&ドローンさんも回答くれてますね。YSP やカスタマーで対処してくれないのは困りますね。ブレーキレバー周りの構造は MK さんが言ってる通りで、ブレーキが効き始めるのにストップランプが点灯しないのであれば、レバーを外してスイッチに当たる部分を少し削れば治ります。かっこスイッチを押しているピンが早く出てくるようにします。削りすぎるとレバーの遊びだけで点灯してしまうので注意が必要です。レバーの目をカスタムした際はブレーキの効きとランプの点灯タイミングを調整するために溶接も利用したり削ったりしますよ。気にしない人もいるようですけど、あとその前にレバーの支点になる取り付けボルトとレバーの穴が摩耗してないか確認が必要ですね。ここに型があると点火タイミングが遅くなりますということで、これはもうある程度改造、レバーを変えてしまった前提での話で回答してくれてますね。あとは例えばブレーキスイッチって、まあスイッチなんですけど、ブレーキレバーを握ると隙間ができてピョンと飛び出してくるんですよ。その動きが鈍くなっている、要はね、でも、着くのがワンテンポ遅れるような症状も出たりすると思うんですよ。まあ、大した問題じゃないですよね。まあ、レバー変えてたらレバーの問題ですけど、レバー変えてなかったらブレーキスイッチの問題、着くのであれば最終的にだけなので、うん、ただ、うん、明らかに異常は異常ですよ。で、危ない異常なのでぜひ直してください。春先など最低気温が10度、最高気温22度のような気温差が10度以上ある日は、ツーリング時どのような服装または調整をしていますか。所持しているプロテクターがメッシュジャケットとインナープロテクターでして、メッシュジャケットに防風インナーか厚めのアウターとインナープロテクターの間で調整するか悩んでいます。春秋用のジャケットを購入した方が良いのでしょうか。秋彦さん、重ね着が NG なら暑い寒い
どちらか我慢できる方で決められたらどうでしょう。暑さが我慢できるなら寒い時の服装、寒さが我慢できるなら暑い時の服装というように。個人的には寒さが NG なのですが、アウターは1枚で合わせるのではなく重ね着して合わせるようにして気温が上がれば1枚脱ぐといったようにしています。これ私と奈良半くんはもうやり口が決まってて、あったかい時用と寒い時用の服両方持っていくっていう乱暴な男たちなんですよ我々は。もう信じられないぐらい大きいリュック持ってる奈良半くんとかもそうですけど、あの基本的にはですね2枚持っていくっていう、寒い時あったかい服着て暑くなったら1枚脱ぐとか、もしくは着替えるっていうですね。とにかく我々あの意外と知られてないしたくさん距離乗ってるからそうは思われてないように見えるんですけど、絶対寒い思いをしたくない体なんですよ我々。なので荷物が増えてもあの2枚持っていくっていうのがですね我々の解決策です、はい。ヤマハの直営店かっこ YSP 店でもセロや SR400 の新車にちょこちょことオプションパーツをつけて新古車として新車よりとんでもなく高い価格で販売しているケースが目立ちますが、島田さんはこういうのはどう思いますか。そんなのあります、なくないですか。多分部品代合計ぐらいはつけてるかもしれないですけど、 YSP なのかな、違うんじゃないですか、 YSP なのかな。まあだとしても、まあ、どう思われますかって言われると別にどうでもいいっていうのが本音で、なんでかっていうとここでねいやそれはおかしいだろって語れば一番その受けはいいのかもしれないですけど、逆にあのこれ見ていただいてるこの質問者の方もあの多分その SR とかが欲しかったりとかセローとか欲しかったりしてみてそこに直面するからその腹が立つんだと思うんですけど、じゃあよくわかんないどっかのトラクターがそれをやってたとして別に多分気にしないと思うんですよね。なんかそんな感じの状態ではあるんで、正直別にあのどう思いますかって言われるとああぐらいですかね。なんか人気あるもんね今ねみたいな感じで、あの特に変な正義感は湧いてこないんですけど、うん、ただ、まあ、ただ結局これって例えば海外とかに行くと割と当たり前だったりするんですよね。だからこうまだこれオプションパーツをつけて新古車として高くしてるっていう、まあ、これが事実だったとしてこれ言い訳してるんですよね。新車がいきなり高いわけじゃないですよね。ただアメリカとかに行くと、車とかでも普通に希少車は定価をに、販売店が上乗せして売っていいっていう仕掛けになってるんですよ、そのお国柄。例えば日本だと転売ってすごくその叩かれるじゃないですかイメージとして。ただ海外って転売っていうのはビジネスとしてもう当たり前になってて、で何が言いたいかっていうと、それが海外ではそういう状況が当たり前になってる以上、遠からず日本もそうなるんじゃないっていうところなんですよね。要は遠からずそうなる可能性がある。だってそうじゃないですか、だいたい海外の方が進んでてだんだんそれが日本に入ってきてだんだんそれがって話じゃないですか。世の中がそう流れていったんだなってぐらいの感じで捉えた方があのいいと思いますけどね。世の中のニュースに腹を立てる、世の中のトピックに腹を立てるってわりかしその意味のないストレスを自分に抱え込むようなもんなんでね、と思いますんで、あんま気にしない方がいいですよこういうのは、っていうのが個人的見解です。ちなみに、はい、今日時点だと、はい、グーバイクで新車でさ、はい、12台乗ってますが、うん、まあ、多分あったんでしょうけど、はい、直営店とか YSP はないですね。はい、そうですよね、まあ、なんかあったのかもしれないですけど、そうですね、まあ、今現状では確認できないと、まあ、出してすぐなくなっちゃったかもしれないですけどピューンっつって難しいんですけど、世の中的なところでこれどっちが正しいとか誰が正義とかって話はしないですよ。そうじゃなくて自由の証明でもあるんですよこれ。生き方とか考え方とか物の選択の自由でもあるんですよね。高いお金が気に入らなかったら買わないっていう選択もあるわけですから、仮に定価が60万のものに対してこいつ80万で売ってるやんけってなった時に、そのプラスアルファの負荷の20万円に対して俺はその価値はないと思う、だって60万円のものじゃんと思ったら買わなきゃいいわけじゃないですか、極端な話ね。だけどそこで自分が買わなかった時に買ってしまう人がいた、俺80万でもいいから今これ欲しいよっていう、20万の負荷を乗せてもそれを買う人がいて、そこに対してその人に対して腹が立つんですよね。要はそれでも買うやつがいるから調子に乗ってみんながこうやるんだろうって言うんですけど、それ市場原理として成立してるっていうだけなんですよ。つまり定価は目安でしかないってことなんですよね、簡単に言うと。なのでそこに対して腹が立つのっていうのは、自分はそのお金を払いたくはない、でも払えちゃう人が払っていくから、そのせいで市場がそれで成立しまっている、その状況が気に入らないっていう、形になってくるものかなと思います。違うかもしれない、違ってたらすいません、邪推した形になっちゃうんで、はい、ただそういう理由もあるので自分には関係ねえやと思って見とくのが一番いいんじゃないですかね。はい、
ドラッグスター400クラシックを今年1月から買い、3000キロほど乗ったのですが、いろんな場所のメッキの点錆が出てきました。何か対策などありますでしょうか。ピカールなどで磨いても大丈夫なものなのでしょうか。ピカールはやめた方がいいですね、メッキは。ピカールはね、ちょっと強いんですよ。で、ネバダルってあるんですけど、あれ、お優しいので。もちろんメッキ磨きみたいな商品があったらいいんですよ。ただそういうネバダルっていうので、磨いてあげると、なんかね、綿みたいな。ちょっと固めの綿みたいので、なんか液体染み込んでるよねってやつなんですけど、それでゴシゴシしてあげると結構綺麗になったりするんで、ぜひ紺色の缶でネバダルって多分ググれば一発で出ると思うんですけど、今ググるって言わないらしいですよ。知ってました？ググるってもうなんか古いんですって。忘れちゃった。なんかあるんですよ。ということでですね、老害化が進んだところで、まあ、Q&A コーナーこの辺でお別れしたいなというふうに思います。すいません、お見苦しい点が多くて、はい、そしてお聞き苦しい点も今日ちょっとあったんじゃないかと思いますけど、全部編集されます、ね、なるほど、素晴らしいですね。ご安心ください。じゃあ私が鼻にピーナッツすべて飛ばしてたシーンもカメラに向けてカットですね。はい、あ、しないんだそれは。ということで、はい、そんなわけでですね、はい、花ピーはこの辺でお別れということで、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。